こんにちは、マネリアです。はい、今日はですね、この動画が上がってる時には多分上がってると思うんですけど、AV 女優に向いてる人と向いてない人っていう動画を上げたと思うんですけど、こちらの動画から派生しまして、私は女性なんで、あれなんですけど、もっと AV 女優から見た AV 男優に向いてる人と向いてない人を独断と偏見で発表していきたいと思います。ということなんですけども、まあ私はさ、男優の経験は当たり前にはないですけども、女優をやってて、女優から見た AV 男優におそらくこういう人が向いてるんだろうなっていうお話ですね。男優さんに聞いたわけではないので、正解かって言われたらちょっと怪しいところはあるんですけど、まあこれはね、知識がね、私もね、そこまで詳しくないから、若干周りに聞いたりとか、若干調べたものが含まれておりますので、なんだこいつと思うかもしれないんですけど、まあ見てもらえたらなと思います。まず一つ目、OK の方は、多分 AV 男優できないんじゃないかなっていうところがまず1個ですね。神聖方形と関東方形の2種類なんですけど、火星方形立って顔が向ければギリギリ大丈夫だと思うんですけど、立っても顔が向けない状態のいわゆる神聖方形の方は多分男優さんで私は見たことがないので、まあ、無理なんじゃないかなっていうところですね。これね、理由としてはですね、シンプルに不潔。これはもうしょうがないです。立っても顔が向けないわけですから、射精しても皮にね、の中に雑菌だったりとか洗い起こせない精子だったりとかがある状態で、女優さんに舐めろって言っても、まあ、無理なんですよ。こっちもいやーみたいになっちゃうから、だからそういう意味で多分神聖方形の人はちょっと男優さんには向いてないのかなって思いますね。実際に神聖方形の男優さんとお会いしたことがやっぱりないので、男優さんになりたくて、もし仮に自分が神聖方形だなって方はもう手術すれば一発で治るんで、神聖方形はまず治してから男優さんになりましょうっていうところがまず1個ですかね。ちょっと失敗になりやすいしリスクがあるので、神聖方形って男優さんに向いてる向いてない関係なくなっててメリットは1個もないんで、手術してから応募するのが一般的なんじゃないかなとは思います。で、次ですね、これは多くの方が一番勘違いしていることなんですけども、まあよくお客様でもいらっしゃるんですよ。いいよね、AV 男優って可愛いことしてお金もらえるから。もうこれは大きな間違いですね。いや、事実ではあるんです。可愛い女の子とセックスしてお金をもらえる行為だけで言ったら、表面上はすごく正解で本当にその通りなんですけど、あなたの見てる作品を中心で見たら確かに可愛い子しかいないと思うんですよ。だから見ている視野が狭すぎるがゆえに、自分のタイプの女の子の動画見てるんだからさ、そりゃそうだよね。ただ AV 業界可愛い子ばかりではないんですね。っていうのも、実がどうとかそういう意味じゃなくて、いろんな好きの人がいます。で、女優さんより男優さんの方が数が少ないんで、本当にもういろんな現場をはしごしてこの業界は割と成り立ってることが多いんですよ。なんで若い女の子が好きっていう男の人に関しては、若い女の子とやることももちろん多いけど、熟女さんだったり自分のタイプじゃない、例えば清楚系が好きでも黒ギャルとやらなきゃいけないとか、要は簡単に言えば可愛い子だけではない、変わった AV みたいなのがあるから、熟女さんって言っても綺麗な熟女さんじゃない、がないとか、めちゃくちゃデブとか、なんか言い方悪いけど、自分が見てるもの以外の女の人っていうのは本当にたくさんいるし、自分のタイプの子だけとやりたいっていうのは通用しないんですよ。そんな甘い世界じゃないんですよ。もう男優さんは誰でもやらなきゃいけないんです。それが仕事だから、タイプだろうがタイプじゃなかろうが、臭かろうが臭くなかろうが、もうやらなきゃいけないんです。だからそういった意味で、可愛いことできてお金もらえていいよねって思ってる人が男優始めるとすぐやめます。っていうか、冷静に考えてみて、本当にみんな女優さんより男優さんの数が少ないって、これどういうことかわかる？みんなやりたいって言ってる人があんだけいるんだったら数が合うはずなのに、じゃあなんで数が合わないのかってなったら、もうそこでしかないのよ。みんなやっぱ現実を見てやめていくの、上に行けないんです。誰でも抱けるぐらいのメンタルがある人っていうか、男優さん女優さん選べないと思う。普通に嫌だからできませんみたいなわがままはもう通用しないし、それやったとしたら二度と現場に呼ばれなくなると思うんで、言い方悪いけど誰でもできるような人じゃないときついのかなと思います。まあ、あとは男優さんってなったらすぐできると思うじゃないですか。ヒル男優からなんです、これ。噂で聞いたんですけど、多分これ本当だと思うんですけど、これは人から聞いた話で、女優さんみたいにいけない女優やりますって言って作品に出てとかじゃないの。男優さんはもうヒル男優からやっていくの。ヒル男優っていうのは、まず、すができない。まずは自分の精子を女優さんの体に出すところから、女優さんの体には触れられないところから、どん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 みんな上がってって、シミケンさんとかね、そういうトップ男優になっていくわけですよ。だから現実世界はそんなに甘くない。やろうと思って、すぐ可愛いことできたりとか、すぐ女の子とできる、そんな甘い仕事ではないんですよ。
最初はできない。プラスして所定の位置に所定の時間で射精をしないと帰らされる。やらなしで。これ一回ね、私引退作の時にぶっかけ物って言っても顔じゃなくてこの辺胸周りになんかぶっかけ物みたいなやったんです。最後だからって言って、精子アレルギーだから顔にぶっかけはちょっとあれだっていうことで、この辺から下でねぶっかけ物して、マジで10人ぐらい男優さん来たんですよ。これ面白かったのが、男優さんの名前で呼ばれないんですね。1番みたいな2番みたいな、本当にそんな感じなの。はい、じゃあ君は右胸、はい、君は左胸、はい、で3番の君はじゃあこの辺かなとか言って、でもみんなね人によって出す位置もね決まってんの。じゃあはい来て、はい来て、はい1番来て、はい出して、2番来て、はい出すって順調なじゃん。途中でやっぱさ思い通りにいかないのよ。はい5番、はい君来てとか言って、で所定の位置に出せなかった。ボロクソ怒られてたからね。で何しに来たのね、それじゃねえんだよ、怒られてた。だからもう本当にかわいそうだなと思って、もう自分でさ、しっかりさ女優さんに出さなきゃいけないんで、女優さんの体にも勝手に触れちゃいけないわけだから、男優さんって基本的にもう言われたこと以外できないのよ。だからもう本当に指示通りに精子を出して、指示通りの時間ではい次って言われたら、もうそれまでに行きそうな、もう自分で高めてもう次って言われたらもう出さなきゃいけないのよ。そこから上り詰めなきゃいけないから、そういった意味でもう簡単な仕事ではないよね本当に。で行く時間がちゃんと自分で調整できたりとかさ、相手の力を借りずに射精をコントロールできるとか、そのぐらいちゃんとしてないと無理だね。厳しい世界なんだなと思って私は見てたから、まあ自分側から見ても男優さんの方が大変なんじゃないかなって思った、私はそれ見た時にっていう感じ。射精のコントロールは自分でできる人の方がいいかなと思う。あとはね、これはまあ女優さんもそうだけど男性のは特にそう、二人きりでするとかっていうことはあんまりなくて、カメラマンさんがいて、照明さんがいて、音声さんがいて、 AD さんがいて、二人でしてると思いきや、撮ってる人合わせて3人かなと思いきや、結構周りにねいるのよ、5、6人だから。人の前で立てる状態っていうの、一回ねあったの、私も現場でねたちまちしたことが。男優さんが立たないとどうなるかって言うと、たちまちになるんですね。しかも1時間も、その男優さん前の現場とはしごしてきちゃってたもんだから、しょうがないんだよ。ラインさんも数が少ないからさ、はしごしてさ、私の現場に来た時にはさ、もう射精しちゃってるから、もう立たなかったんだろうね。立たなくて、監督さんに怒られて、余計立たないわけよ。涙目になりながら、すいません、マナさん、ちょっと待ってください、みたいな。最終的にホテルで撮影だったんだけど、洗面所のところ、一人でこもって、で、それでも立たなくて、バイアグラ飲め、みたいに言われて、飲まされてて、本当にかわいそうだなと思って。まあ、バイアグラ飲めばいいじゃんって思うかもしれないけど、バイアグラってすごくね、体に痛んがかかる、特に心臓に。だから飲めばいいって問題じゃないのよ。本当に体悪くするから、自然にバイアグラすることが一番多分きっと好ましいし、毎日毎日バイアグラ飲んでなんとかしようって言ったら、一時は我慢できるかもしれないけど、多分体調が先に自己流れてしまうと思うんで、人前でも全然できる人の方が向いてるんじゃないかなと思います。最後はこれはもう女優さんの時もそうだったけど、自分の欲を発散しに行く場所ではないんです、現場っていうのは。その日の企画に沿ったプレイをしなきゃいけないから、どんなに自分の違くてもやらなきゃいけないんですよ。まあ、これは女優さんの時も言ったけど、いろんな役になりきれる人、いろんなシチュエーションでも大丈夫な人、これが一番強いんじゃないかなとは思います。男の人なんか特に立たないとね、そういうわけにいかないから、自分の好きじゃないと立たないみたいな人は向いてないと思う。全然制服でだけど、制服ものの撮影だったら制服着てる女の子見て出さなきゃいけないし、それで見た目が全然タイプじゃなくてもやんなきゃいけないしっていう、意外とね本当に大変な仕事だと思う。女優さんよりねすごく大変な仕事だと思う。だからまあ今言ったのを含め、本当にねメンタルが強い人じゃないとね、生き残っていけないというか、生き残っていけないような仕事だね。女優さんより大変な仕事だと思うんで、いいよな、可愛いこといいな、お金もらえていいなみたいな考えの人はもうちょっと間違ってるからね。こういう動画を見て、まあ、それでも俺いけんなと思ったらマジ素質あると思うから応募した方がいいと思うし、大半の人がね男優さんなんてねできないと思うんだよね。女はどうとでもなるけど、男はマジできついと思うから。あとは言う以前の問題だけど、体臭とか口臭とかそういうのはもうケアしないといけない。もうそれはもう項目に含めないけど、もう当たり前とか前提、もう人よりも数倍多分男優さんはケアしてる。マジで無臭なの男優さんって。男優さんでも今 YouTube やった人多いじゃん、シミケンさんとか。そういうのを見て、それでも俺いけるって思った人が男優になっていくんだなって思う。まあ勇気がある方はぜひ AV 男優になってみてはいかがでしょうか。すごく厳しい世界なんで、泣きながら大体の人は帰ると思います。はい、ということで、女優さんから見た AV 男優が向いてる人向いてない人っていうことだったんですけど、合わせて女優さんに向いてる人向いてない人の動画も見てみてください。はい、ということで、 Instagram と TikTok と Twitter やってますので、そちらのフォローもよろしくお願いします。ということで、以上のネイリアでした。バイバーイ。